ディスクグラインダーのね、紹介です。レビですね。まあ、今回ね、僕ね、初めて充電式のディスクグラインダーを買ったんですよね。ディスクグラインダーの印象、充電式の印象ってね、結構パワーがなくって負荷がかかると止まっちゃうっていう印象があったんでね。ずっと買ってなかったんですよ。僕はね、ずっとこの AC タイプのコード付きの方を使ってました。これは、9533B ってやつですね。で、まあもちろん大きさも違いますよね。で、もちろん、パワーが違います。AC タイプ、AC タイプ、そうですね、まあ、回転数は1万2000です。だけど、40V、これ回転数最大8500なんですね。回転数で言ったら完全にこっちの方が強いんですよね。そして重さも、これは 1.6 キロ。こっちは 40V は 2.6 キロなんですよ。1キロ違うんですよね。まあ、電池は結構重たいところですね。やっぱ充電式ですからね。じゃあ、これの違いを、じゃあ、コードがないっていうだけでカバーできるのかなっていうのが、まあ、買ってから思うところなんですけど、まあ、僕はね、ずっと線付き使ってましたから、どうしてもまあ、煩わしさはあったんですよ。で、まあ、いつかはまあ、充電式買おうかなと思ってたんで、ずっとなんか、どうしようっていう状態が続いてましたけど、今回まあ、3つほど40ボート買って、一気に買ったんでね、まあ、安くなるだろうってことで、今回ね、ディスクグラインダーも買ったんですけど、重さで言ったらやっぱ重いんです。それけど、まあ、ホールド感、ね。大きい分、ガッて握れるっていう部分は結構いいですね。どうしても、線付きってちっちゃいから、片手で持っちゃうんですね。ですから、ポーンって弾いた時にちょっと怖いなっていうのはあったんですけど、まあ、軽さはこっち、パワーもこっちなんですけど、なぜか充電式の、まあ、いいっていう感じなんですけど、それは言っていいのかどうかわかんないんだけど、まあ、コードがないっていう部分だけでしょうね。あとは、まあ、パワーで言ったら負けてるし、回転数も負けてるし、重さも負けてるわけですよ。ね。なぜ買ったかって言ったら、要は電池があるから買うってことです。ね。まあ、あとはまあ、気軽に使えるとか、コードいちいち引っ張ってきて、ね。っていうわけじゃないってことですね。どうしてもね、この充電式の印象っていうのが、本当負荷がかかると止まるっていう印象しかなかったんですよね。まあ、今回、まあ、切った感じで言うと、非常によく、いい感じで消えてます。というところでね、その動画も撮ってあるんで、ちょっと見てもらいましょう。はい、どうぞ。まあそういうことでね、切った感じで言ったら、まあ、音は違うんですよ。AC と、まあ、充電式ではやっぱ音は違うんですけど、切った感触で言ったら結構いい感じに切れます。何の問題もなく切れます。思ったよりも強引に引っ張っても、強引に押し当てても、負荷が関わって止まるってことはなかったです。だから非常に強いなって、パワーがあるんだなっていうのが分かります。まあ、トリュク型のかもしれないですね。まあ、AC っていうのはどうしても回転数がすごい強いってことは、まあ、弾いた時怖いなっていうのもあるんですけど、まあまあ、重さはある分、安定感もあるってことかな。っていうふうにプラスに考えるべきなのかもしれないです。ってことで、まあ、今回は、ディスクグラインダーの、ご紹介でした。ではまた。